首都高速4号新宿線は、東京都千代田区から道杉並区へ至る首都高速道路の路線である。首都高速都心環状線から伸びる放射路線の一つであり、中央自動車道に接続する。道路法上の正式な路線名は、都道首都高速4号線であり、この定義では、都心環状線竹橋ジャンクション、神田橋ジャンクション関東八重洲線、 さらに都道市と高速4号分岐線として都心環状線を含む大部分が甲州街道と並行している。また三宅坂 JCT で都心環状線と西新宿 JCT で中央環状線と高井戸出入り口で中央自動車道とそれぞれ接続する。2007年には西新宿 JCT を介する中央環状線との接続が 完成。さらに2010年には、中央環状線の南方向、西新宿 JCT 首都高速3号渋谷線の大橋 JCT が開通した。なお、4号新宿線を経由して、都心環状線方面と中央環状線を行き来することはできない。新宿出入り口と代々木パーキングエリアの間に、3宮橋カーブと呼ばれる急カーブがあり、90度、 曲がっていて、前方の見通しが悪く、さらに極率半径が約90メートルのため制限速度の時速50キロメートルが設計速度という全く余裕のない線形となっている。そのため、減速不良等に起因する交通事故が頻繁に発生している。この事故件数は首都高速内でも最多であり、例えば2003年度には年間181件の事故が発生した。 この付近では最高速度が時速 50km 規制となっている。424時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成平日平均交通量平日平均。ありがとうございます。